みんなお疲れ様。プレゼンうまくいったね。そうだね。マジでお疲れ様。ゆうすけいなかったらマジでこのグループ終わってた。ほんとそれ。高校の時にちゃんと英語の勉強しとけばよかった。いや俺も曖昧なところ多かったよ。セイジにも結構助けられたし、セイジもありがとう。ヒーロー気取りかよ。女二人に祝福されて舞い上がるなよ。見ていて不快だわ。すまん。ちょっとセイジ、なんでそんな言い方しかできないの？何が？みんなで頑張った、よくやった、これでいいじゃない。手柄を独り占めしようとしたから、それは違うだろって思っただけだよ。ユウスケはセイジにもお礼言ったでしょ。女に褒められてテンション上がってからな。は？もういいよアミ、かばってくれてありがとう。セイジ、嫌な気にしてすまなかった。正直美人二人に褒められてテンション上がってたところはある。だからごめんなさい。またいい顔するんだな。今その二人を美人って表現する必要あったか？ないだろう。そういうところが嫌われるんだよ。いい加減にしてセイジ。あんた分かってんの？この後この4人で打ち上げに行くんだよ。こんな空気のまま行けないよ。ああ、だから行かないよ。行けるやつで行けよ。俺は行かないから。あ、そう。じゃあもう来ないで、空気悪くなるから。へい。10分後。レイカ、さっきはごめんな。またユウスケのうざいところ発掘させてしまったわ。打ち上げだけどさ、レイカは行かないよな。あいつら二人とは行かないよな。セイジごめん、私は打ち上げ行くよ。え、マジ？なんで？だってみんなで頑張ったし。それはそうだけどさ、ユウスケがいるなら行きたくないだろ。向こうは二人いい感じだし、俺らは俺らで二人で打ち上げしようよ。ごめん、もう予約してくれてるみたい。マジ？でも行きたくないなら無理する必要ないよ。俺と二人で軽く飲もう。俺が行こうとしてるところちょっぴり高くて美味しいよ。ああでも安心して、今回は全部俺が出すから。ユウスケみたいに割り勘とかそういうせこい真似しないから。女の子と行くなら男が出せよな。それもレイカみたいな可愛い子なら特に。今サイト見たら店開いてた。予約取れそうだから、この後7時から取るよ。待って、行かないよ。ごめん、もう予約した。キャンセル料かかるから来てほしい。ごめん、もうみんなでいるの。だからそっちへは行けない。レイカ、頼むよ。絶対後悔しないから。1時間後。レイカ、インスタには入るのに俺の LINE は返信しないんだな。なんでみんなを選んだんだよ。結局俺一人だけで寂しいよ。レイカは俺の味方だと思ったのに。なあ、なんでなんだよ。2時間後。もうそろそろ終電だけど、さすがにもう帰ってるよな。インスタとか見たらカラオケ行ってるみたいだけど、そこには参加してないよな。あの二人だけだよな。なあ、答えてくれよ。30分後。もう終電なくなったけど大丈夫？もしタクシー使うとかなら俺がレイカのタクシーになるからね。酒飲んでないし大丈夫だから、レイカのこと迎えに行くから。翌日。おはようレイカ。なんで返信くれないの？何かあったの？今日は大学来るよね。セイジおはよう。昨日は心配してくれてありがとう。でもさすがに多すぎるかな。おはよう。やっと返信来た。何もされなかった？ユウスケに変なことされてなかった？されてないよ。てか電話とメッセージ多すぎる、やめてほしい。なんでそんなこと言うの？俺はレイカが心配なんだよ。特にユウスケは危険だよ。あいつはチャラいから1年生に手出したりしてるから、マジで気をつけた方がいい。昨日も本当は監視したかったけど、一緒にいるのが無理すぎたから。だからさレイカ、約束してくれないか？もうユウスケがいる酒の席には参加しないってこと。なんでそこまで束縛されなきゃいけないの？セイジは私の彼氏でも何でもないよね。そんなこと言わないでくれよ。確かに彼氏じゃないかもしれない。でもレイカのことは大切に思ってるんだよ。だからこその約束なんだよ。意味がわからない。セイジが飲み会に参加したくないとかそういうのは強制しないけど、私のことまで介入してこないで。心配なんだよ。別に他の誰でもいい。でもユウスケだけはやめてほしい。付き合ったりしないでほしい。うすうす感じてはいたけど、私のことまだ好きなんだね。うん、大好きだよ。でも付き合えないって言ったよね。うん、でも他の人とは付き合ってほしくない。それは無理だよ。え、じゃあユウスケと付き合うの？わかんない。好きなの？言う必要ある？好きなんだな。ショックだよ。どうせ付き合っても浮気されるよ。どうせ傷つくならやめときなよ。俺なら幸せにするよ。たくさんバイトもしてるからディズニーだって連れて行けるよ。ねえ、俺にしない？傷つかないように優しく断ったの。
セイジがグループに居づらくなるのは避けたかったから、アミにすら相談してなかったの。でも意味なかったみたいだね。こんなにしつこくされたら辛いよ。辛いのは俺もだよ。こんなにまっすぐな気持ちで真剣に告白してるのに無理なの？本当に好きなんだよ。大学で初めて会った時から一目惚れでずっと好きだったんだ。ずっと付き合いたいと思ってたし、岡部ゼミに入ったのだってそうだ。レイカと過ごせる時間が増えると思って興味もない分野だけど入ったんだ。それなのに、レイカはずっとユウスケとばっかり仲良くなってさ。こんなの辛い以外ないよ。もう一度考え直してほしい。俺と付き合ってほしい。俺の初めての彼女になってほしい。大好きだよ、レイカ。翌日。レイカ、なんでだよ。なんでユウスケと一緒にいるんだよ。なんでユウスケの部屋に入っていくんだよ。気をつけろって言っただろ。あいつはダメなんだ。今すぐ出てきてほしい。エッチがしたいなら俺が相手になる。経験こそないけどちゃんと勉強したから。わからないところはレイカが教えてね。待って、なんで私がユウスケといるの知ってるの？ストーカーしてるの？そんな言い方やめてよ。俺はレイカのポリスマンだよ。本当に好きなんだよ。気持ち悪いよ。迷惑だって言ってんの。翌日。これ俺の家宝。図書室で寝てるレイカ、あまりにも可愛すぎたからついつい写真で撮っちゃった。この時かなり疲れてたみたい。シャッター音でも起きなかったし、名前呼んでも起きなかったし、ほっぺたツンツンしても起きなかった。本当はもっといたずらしたかったけど、周りに人もいたからできなかったね。これで分かったでしょ。俺はレイカのことが好きなんだ。一度振られたくらいで諦めない。ユウスケなんかと付き合わないでね。俺の方が幸せにできる。だから付き合おう、レイカ。キモすぎ。え、盗撮だよねこれ。普通に逮捕案件だよ。そんな言い方しないでよ。昨日のストーカーといい、盗撮といい、本当に怖くなってきた。あれは君を守るためだよ。お前のことが好きなんだよ、この地球上の誰よりも。キモいって。どっかの名探偵と同じ告白すんな。マジで好きなんだよ。レイカを妊娠させたいんだ。グループラインで晒します。え、1分後。キモいの一線越えたから共有。本当にムカつく。何これ、盗撮してるじゃん。ちょっとセイジ、どういうこと？なんでここで言うんだよ。え、ムカつくから。おいセイジ、お前いい加減にしろよ。は、なんだよ。レイカを家に連れ込んで何したんだよ。俺からレイカを通るなよ。俺からレイカを？俺ら昨日から付き合ってますけど。え、あれレイカ言ってなかったの？うん、それよりも気持ち悪さが勝って。嘘だろ、レイカ。嘘だよな、ユースケと付き合ったなんか嘘だよな。本当だよ。嘘だよ。だってレイカは俺と付き合うんだろ。いつまで夢見てんの？付き合うつもりなら晒したりしないよ。確かに。ひどい。ひどいのはお前だろ。その写真今すぐ消せ。は？なんでお前に命令されなきゃいけないんだよ。盗撮画像なんだから消すのは当たり前だろ。盗撮じゃない。じゃあ許可取ったのか？許可取らなくても盗撮じゃない。意味不明。本当に消してほしい。あんたの携帯に私の顔があるだけでうんざりする。そんなこと言わないでくれよ。この画像でどれだけ助かってるか。本当にやめてほしい。セイジ、あんたさ、もうやめなよ。そんな画像を持ってたって仕方がないし、それを本人に送るのも頭おかしいよ。それを送ったら本人がどう思うかとか、そういうところも想像できなかったの？したよ。愛が伝わると思ったよ。でも違ったんだよ。俺だって焦ってたんだよ。ユウスケに取られる前に何とかしたかったんだよ。お願いします、別れてください。ユウスケ頼むよ。お前はいくらでも女抱けるだろ。俺はずっとレイカが好きだったんだ。大学入ってからずっと好きだったんだ。お前が好きになったのはその後からだろ。そんなのずるいじゃん。俺の方が先だったのに。それは関係ないだろ。もしその理論が通じるなら、世の中は幼馴染とばっかり結婚するだろう。恋愛ってのはな、自由なんだよ。誰を好きになるのかも自由だし、誰と付き合うのかも自由なんだよ。その自由化の中でお前はレイカのことを好きになったんだろう。だったらレイカにも選ぶ権利はあるだろう。その選ぶ過程の中でお前は選ばれなかった。ただそれだけだ。後とか先とか関係ない。クソが、生まれつき顔がいいからって好きな女と付き合えていいな。俺には一生実現しないよ。それなのに写真撮るのも禁止なのか。本当世の中不平等だわ。ごちゃごちゃ言ってるけど、あんたは犯罪者だからね。その辺わかってる？レイカと付き合えるなら俺は犯罪者になってない。ごめんセイジ、もうこれっぽっちも好きじゃない。一回告白を断った時は思わせぶりな態度しちゃったかなとか、私も私で反省したの。
恋人にはなれないけど友達としてならいいよ。この前までそう思ってた。でもね、もう無理。本当に無理。大嫌い。だから晒したの。縁切りたいと思ったから晒したの。そんな、レイカお願いだよ。付き合ってくれとは言わない。だからエッチだけはさせてほしい。もしさせてくれたら写真も消すし、ストーカーもしない。嫌がるようなことは一切しない。ユウスケとの恋愛も応援する。だから一回だけお願いします。マジで消えろ。後日談。こんばんは、レイカです。とどめの一撃で晒したつもりでしたが、政治ゾンビには何の効き目もありませんでした。しかしこの後 LINE やインスタをブロックして本格的に距離を取ると、本人も反省をしたのか何もしてこなくなりました。後で聞いたことですが、ユウスケがかなり言ってくれたみたいです。次何かレイカにちょっかいかけたらマジで警察行くぞって言ってくれたんです。ほんとかっこよくて最高の彼氏です。大事にされます。